おいガーシー、お前何やってくれてんだ。お前もう50歳だろうな。もうチンコも立たないんだろう。もうドバイで平穏に暮らしとけよ。ということで、まあ、今回はですね、まあ、急遽動画を回しているんですけど、まあ、なんとですね、大人気女性 YouTuber のきりたんぽさんがですよ、ガーシーさんにとある動画を暴露されてしまったことを原因に活動休止をしてしまったということで、まあ、それについて喋っていこうかなというふうに思います。まあ、きりたんぽさんってね、どういう人かっていうと、まあ、登録者130万人ぐらいいるね、まあ、超人気な女性 YouTuber の方なんですけどね、嘘みたいになんか背が小さいで有名なあの方ですよ。で、あの方がですね、ガーシーっていう、まあ、なんか、老害をより極めましたみたいな、まあ、芸能人とかのね、暴露をしまくって有名になったっていう人がいるんですけど、まあ、このガーシーさんにですね、きりたんぽさんがとある男性とイチャイチャしてる動画をなぜか暴露されてしまったんですよ。で、そのイチャイチャしてる動画っていうとね、なんかほとんどの男性が、ハメ撮りっつってこうなんか勘違いする可能性しかないので、まあ、先に言っておくんですけど、まあ、残念ながらそこまでのイチャイチャではありませんでした。はい、本当に残念ですね。まあ、動画の内容はね、4年ぐらい前で、カラオケなのかわかんないんだけど、そこでね、東海オンエアの哲也さんと、きりたんぽさんがノリでチューしてるだけっていうクソ動画なんですけど、なんかもうここで、東海オンエアの哲也さんが出てくるのめっちゃおもろいっすよね、なんか。まあ、結構ね、昔どうやら仲良かったみたいで、まあ、きりたんぽさんに至ってはね、まあ、当時東海オンエアの哲也さんが好きだったみたいなことも自身の動画でおっしゃっていたので、あ、なるほどと、まあ、そういう過程があってキスしてたんだなっていうのは、まあ、ある程度察しはつくんですけど、まあ、でもね、その動画が勝手にね、なんかよくわかんないおっさんに暴露されて、で、光になんか集まる虫みたいな感じで、まあ、アンチの方々がね、きりたんぽさんに対して、もうなんかビッチーとか、シリガルーとか、殺すぞとか、なんかアホほど叩かれてるんですよ。もうめっちゃかわいそうだと思いませんか？だって別にね、きりたんぽさん自身はさ、何も悪いことしてなくて、まあ、むしろ暴露された側っていうね、まあ、被害者なのにもかかわらず、なんかゴミみたいなアンチコメントをされまくって、もう本当にこの人かわいそうだなって僕は素で思ったんですけど、で、やっぱね、そういう悲しいことがあったから、きりたんぽさんも結構ね、その精神的ダメージが来たみたいで、突発性難聴っていう病気になってしまうほど病んじゃったっぽいんですよ。はい。で、この突発性難聴って、まあ、僕もあんまり聞いたことがなかったんで、これちょっと Google で調べてみたんですけど、まあ、どうやら過度なストレスとかが引き金となって、突然片方の耳が全然音を聞き取れなくなっちゃうみたいな。で、まあ、なんかたまに両耳聞こえなくなることも、まあ、あったりするみたいなんですけど、基本的には片耳だけうまく音を感じ取れなくなってしまうっていう、そういう病気らしいんですよね。で、きりたんぽさんはストレスを感じすぎたがゆえに、そういう病気まで発症する事態になってしまったと。で、さすがにこれガーシーさんね、やりすぎじゃねって思うんですよね。だってきりたんぽさんが何か悪いことをしてる動画があって、まあ、それを暴露するとかなら、まあ、100歩譲って理解はできますけど、別に何も悪いことしてないね、キスしてるだけのクソ動画で、そんな動画公開したらさ、無駄に憶測を呼ぶだけになってしまうっていうのは、まあ、ガーシーさんも分かりきってるはずなんですけど、でも公開するっていうね。もうね、ネットとかでもなんか、ガーシーマジやってることクソすぎだろみたいな、まあ、ほとんどがね、こう批判的な意見を向けられているんですよ。まあ、ガーシーさんってね、僕普段から見てるわけではないので、まあ、分からないことの方が多いんですけど、あの人ってさ、ほら、今 NHK をぶっ壊すで、なんか本当にぶっ壊そうなってる、N 国党の党員としてね、国会議員になったっていうので、すごい話題になってたじゃないですか。で、まあ、ちょっと前まではね、なんかね、ドバイだかなんだかわかんないけど、その海外に拠点を移したおっさんが、芸能人の裏でやってる悪事をどんどん暴露していくっていう、まあ、そういう立ち位置だったと思うんですけど、まあ、僕自身はね、テレビとか一切見ないから、芸能人の裏話とか、くっそほどどうでもいいんですけど、でも最近ね、国会議員になったっていうのも相まって、まあ、もしかしたらね、政治家の悪事を暴露していくみたいなスタンスで今後やっていくんだったら、もうこれめっちゃね、いいことなんじゃねって、まあ、そういうのも面白いし、全然ありだなって個人的には思っていたんですけど、いざ暴露したと思ったら政治家じゃなくて YouTuber ですよ。いや、もう本当ガーシーさんも違うでしょ。 もういや、そこはさ、ね、YouTuber じゃなくて、なんかね、俺が政治家になっちゃいましたみたいな、もう全く働きもしないね、ただ国会で寝てるだけの議員が裏でやってる悪事を暴露していくとか、そういう路線でやってほしいんですよ。誰も YouTuber の裏話で、ましてやキスしてるだけのクソ動画なんて、誰も求めてないんですよ。で、ましてやね、今も言った通り、まあ、ガーシーさんって国会議員になったわけだから、国会議員がさ、ね、まあ、YouTuber とはいえどね、一応、それはもう当然日本国民の
わけですから、国会議員が日本国民をこう攻め立てる、インターネット上で攻め立てるっていうのはいかがなものかなっていうふうにもやっぱ思うわけですよ。でそういうふうにまあ実際指摘されてるしね。いやマジでさ、本当もうどうしちゃったんすかガーシーさんね。もうそんな中 YouTuber の人を暴露したいんだったらさね、もうきりたんぽさんじゃなくて俺にしろよ。やっぱね、俺はさ童貞のキモータ陰キャだからね、こう可愛らしい女の子が攻められたらやっぱ守りたくなっちゃうんですよ。まあ、もしねこう暴露するターゲットを、まあ、たかが一般人の俺に変えてくれるんだったら、もうもう証拠とか集めなくていいから、もう全部虚言で構わないですよ。もう俺ね人権ないんで、名誉もクソもないから、ほらね、なんか国会とかでもなんか我が国に住むオヌーとかいう無職になんか人権はないで全会一致してるっぽいから、まあ、全部嘘の情報で構わないから、俺にしてよターゲットを本当に。まあ、暴露される側の民としてちょっと自分から例を挙げちゃうんですけど、まあ例えばこうオヌーの顔はブサイクだよねとか、まあそれはもうちょっと暴露じゃなくて、まあ、もはや分かりきってることなんであれなんですけど、まあ他には例えばね、そうだな、なんかもう適当にもうなんかオヌーはもう、まあ、麻薬1日1本吸ってて、実はなんか地球じゃなくて火星で生まれたらしいとか、まあ、そんなんでいいんですよ。もうもしかしたらね、だってもう本当かもしれないじゃないですか。うん、いやまあもう本当だったら結構やばいんだけど、まあ、わざわざさあんな可愛らしいさね女性 YouTuber キリタンポさんをさ標的にする必要ないじゃないですか。でましては何も悪いことしてないしね、もう頼むからさ、国会で寝てるだけの政治家にするか俺にするか、もうこれ究極の二択ではないですね。うん、まあ、実質一択ではありますけど、まあそういうのにねターゲットを変えてほしいなと思うわけですよね。え、ほんとガーシーさんマジなんかどうしちゃったの。うん、なんか女の子に嫌なことをされたんね。もうガーシーさんもさ陰キャでしょどうせ。うん、まあ、なんかわかるんだよね。昔学校とかでさ女の子に嫌なことをされたんでしょね。まあおそらくだけどね、ガーシーさんの過去の学校生活って多分なんかクラスの陽キャの女子からね、なんかねえねえ被害者に行く、ねえ何見てんのこれ、何ラノベっていうの、受けるんだけどちょっと貸してよとかつって煽られてさ、でも東谷くんはさなんか、あ、ちょっと勝手に撮んのやめてくださいよとかつって、でなんかもう女子がさもう、うわ何これね、みんな見て、なんか東谷くんが変な本読んでるよみたいな感じでいじめられたんでしょ。うん、もう知ってんのよ。うん、俺も似たような学生生活送ってたからさ、なんかお前の気持ちわかるんだよね。うん、女の子が憎いんだよな。あ、だから女の子にさちょっとこう鬱憤を晴らせじゃないけど、まあ嫌がらせみたいなのはしちゃうんでしょ。うん、まあ気持ちはわかるんだけどさ、まあ、そういうのやめようよ。だってさあなた今国会議員だよ。うん、すごいことじゃないですかね。東谷くんをね、学校生活の中でいじめてきたバカマンコどもよりもう何十倍も給料高いし知名度も高いし地位も高ちゃだ、うん、まあ、高いでしょ。うん、だからさ、ね、あなたは勝ち組なんですよ。うん、だからそんな情けないことをしてないでさ、国会議員としての職務を全うしてくださいよ。うん、で、そんでもって、僕にもほんのちょっとお金ください。はい、本当にお願いします。ということで、まあ、今回はですね、ガーシーさんが実は過去に学校でいじめられてましたよっていう、架空の暴露話でした。はい、暴露系 YouTuber の悪口を言う暴露系 YouTuber ということでね、はい、しょうもないですね。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。うん、バイバイ。あれ、あとキリタンポさん、お大事に。